バカラクリスタルバカラは、フランスのクリスタルのラグジュアリーブランド。16区イエナ大通り、界隈エタジュニ広場にあるバカラの美術館やブティック、レストランバー等が併設されている、バカラメゾンパリのほか、パリパックのフォーブールイコールサントノレ通り本店等の店舗がある。中国の投資会社フォーチュンファウンテンキャピタル参加。30%の参加なまりを含む、 クリスタルガラス製品を製造するメーカーとして世界的に有名で製品は日本、アメリカをはじめ世界中で販売されている。製造された商品のうち消費者の手に渡るのは6から7割。残りは品質基準の高さゆえに破棄されてしまう。フランスの MOF を受賞した職人を50人以上排出している。ルイ18世を皮切りに フランス王室、イギリス王室、ロシア皇室などのヨーロッパの王室、モロッコ王室、タイ王室、さらには日本の皇室もバカラを注文している。特に1921年、当時皇太子であった昭和天皇は旅行でパリのバカラショップを訪れている。商品はテーブルウェアはもちろん、アクセサリー、花瓶、香水瓶、置物、シャンデリアなどに及ぶ。 1825年、アルクール公爵の注文から誕生。どっしりとした台座を持ち、力強いフォルムが特徴。2001年に誕生。金イがゴージャス感を出している。1937年に誕生。大胆なフラットカットが特徴。1933年に誕生。フランス語で完璧の意。1939年に誕生。 フランス大統領の別邸ランブイエ城で実際に使われている。想像上の鳥が描かれている。1980年に誕生。織姫星の意味を持つ。1980年に誕生。勝利の申し子と呼ばれたナポレオン時代のフランス軍人アンドレ・マッセナにちなんで命名。華やかなカットが特徴的。1855年に誕生。 足とエッチングが施されている。2003年秋にパリ16イエナオ通り界隈のエタジュニ広場付近にオープンしたバカラのギャルリーミュージアム、ブティック、レストランバーの複合施設。建物自体は芸術関連のメセナや建築場ノアイユ四尺不在定で知られるシャルルドのアイユの妻、マリロールドのアイユが社交や居住に用いた館であった。 そのノイユシャク夫人の指定であった建物を改装してジュックパラリ通りにあった美術館が移転し開館した。157棟の巨大シャンデリアや13.5メートルのガラステーブルをはじめバカラの作品が多数並びバカラの歴史が表されている。レストランではグラスにバカラのアルクールが使用されている。ありがとうございます。